ボサボサです、ごめんなさい。すっごいボサボサ。今さ、下のさ、方のさ髪の毛映ってないけど、めっちゃボサボサなんですよね。こんにちは。ちょっと待ってね。こんにちは、皆さんこんにちは。本当に髪の毛がボサボサなんです、ごめんなさい。化粧濃くない、いつもと変わんないんだけどね。多分あれですね、この光の影。はあ、でもアイシャドウの色は変えた、濃くはないけど、逆にいつもよりも薄いと思う。色が違うだけで、鼻がうるんですよね。お昼ご飯食うか。お昼ご飯。お昼、ああなんか、テレビ、お昼っていうか10時半とか10時、11時前くらいに起きたので、11時くらい。に起きたのね。食べました、さっき。ね、この日光のさ感じですごい白い。まだ頭がそんな起きてないんです。モーニングたくさん食べました。すごいすごいすごい。モーニングいいな。モーニング行きたいな。頼む。でも起きれないんだよな。田辺が今最近起きてる時間ってさ、モーニングが終わる時間。今日もつくじです、ありがとうございます。みずきちゃん、イエイ。画像ありがとうございます。投票は制した若者です。いえいえ、まだ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 ゲームはもうちょっとあるので頑張りましょう。今日初めて蒙古タンメン行ってきた。いいなぁ。ただ蒙古タンメンのカップラーメンしか食べたことない。しかもさ、カップラーメンさあんま食べないんですよね。みずき食べなくてさ、すごい美味しいけど、美味しいの美味しいし、また食べたいと思うけど、カップラーメン、カップラーメンってあんまり食べようって思わないんですよね。でさ、カップラーメンをさ、蒙古タンメンのカップラーメン前食べたじゃないですか、田辺。それ以来食べてないんですよね。やっぱりお店の蒙古タンメンはカップ、あ、そうなんだ、辛いんだ、辛いんだ、お店の方辛いんだ。すごい気になってたんだよね、みずき。辛いんですね。でも食べてみたいんだ。名古屋にあるのかな。ラーメン屋さんもあんま行かないんですけど。
そう、カップ麺本当に食べないの、田辺は。何？ベトコンラーメン、なんだそれは。ベトコンラーメン有名なんですか？結局は辛いんだ。食べたことないんですよね。気になるけど買わないんですよ。台湾ラーメンも食べたことない。韓国料理が好き、田辺は。韓国料理、なんかチーズ料理が好きです。見て、田辺意識高いからさ、あっつ、まだ使った。 意識高いからさ、これ使ってるんです。田辺は、チェン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 、田辺はここにいますよ。皆さん見えますか？田辺はここにいますよ。意識高い、そう、意識高すぎ、高すぎくんだから。あ、これでコーヒー飲んでる。一緒だ、一緒、あ、一緒なことが多い、イエーイ。 一緒な方が多い。何飲んでるの？白湯っていうやつ、お湯。そう、キューキーのね、マグカップですよ。あんま、いや、白湯はあんま飲んだことないです。タナビは意識高くないので。もう、熱い、熱い、熱い。白湯ってさ、お湯ですよね。そんなこと言ってる時点で本当に美意識高くないんだけど。白湯ってお湯ですよね。あれですよね。なんか本当はやかんで沸かすのがいいらしいですよね。田辺もさ、白湯飲もうかな。白湯を飲むようにしよう。ちょっと美意識高くなろう。でも白湯飲むとなんかすごい体に良さそうな気はするけど、あんまり美味しくはないですよね。美味しいとかの問題じゃないのか。体にいいから飲むんですよね、多分皆さんは。冷え性なので飲むようにしよう。冷え性、めちゃくちゃ冷え性やばいよ。田辺本当に異常なの、冷え性が。手の冷たさがね、指先の冷たさとか足先の冷たさが異常すぎて、異常って言われてた、めちゃくちゃ。ね、ただのお湯だよね。そう、デトックス効果みたいな。ぬるいお湯かな。そうそうそう。女優さんがよく、そう、なんか女優さんとか YouTuber の方が、私のモーニングルーティーンとか言って、まず朝起きたら白湯を飲みますって言ってるイメージがある。新潟の冬やばいよ、本当にバカにしない方がいい、マジで寒い。名古屋と全然違う。温かいんですね。
そうそうそう、心がもう温かい人間だから、田辺は温かい人間だから、白湯は飲まなくていいかなみたいな。ごめんね、嘘、そんなこと思ってないです、すいません。みっちゃんのルーティーン、田辺のルーティーン、あ、俺も新潟一緒じゃん。田辺のねルーティーンは、朝起きたら携帯を開きます。携帯を開いて、お休みの日であれば2、30分ぐらい、2、30分はそうだな、15分、20分ぐらい携帯をぼーっといじりつつ、大きい、とりあえず歯を磨きます。で、その歯磨いてる間も何も考えない、何も考えない、無で歯を磨く。あ、そうそう、それで歯磨いた後に水をガブ飲みします。ガブ飲み、田辺は水をめちゃくちゃ飲むようにしてるので、てか朝めちゃくちゃ喉乾いちゃうからめっちゃ飲みますね。あ、でも白湯いいな、みずき白湯飲むようにしよう、あったかくなりますね。そう、田辺ね、朝ね、朝死んでるんですよ。生きてないの、朝、朝ね、本当に何も喋んないし、何も考えられない、頭が回ってなくって、すっごい全然喋んない、マジで。なんか機嫌悪いとかではなくてね、ただただ生きてない、なんか、うん、もうそうそう、それこそなんかショールームとかでよくコメント読んでるじゃん、田辺。そうするとさ、生きなんか起きてるって言われるけど、あんな感じ、マジで何も、あれよりもひどいけど、あれよりも目が、あれの目開いてないバージョンみたいな、ずっとぼーっとしてるの、頭が回らないの。なんかさ、ゼロポジの収録の時にさ、ふゆちゃんとももちゃんと一緒のトリオゼロポジみたいな時にさ、めっちゃ覚えてるんだけどさ、朝ちょっと早かったんですよ。早くて全然頭が、目が覚めなくって、目が覚めないで、だけど集合時間がちょっと早くって、行ったらふゆちゃんとももちゃんがもういて、そしたらなんか久しぶりに会えたんですよ、自粛期間で。だからすごいなんか、もう、あ、いや久しぶり、イエーイと思って、イエーイって言われて、まあその前から、前日くらいから LINE で久しぶりに会えるねって言ってたから、そう、嬉しいって田辺も思ってたけど、朝だから本当に頭動かなくて、すごい二人はジャンプしてなんか抱きついて、いや久しぶりみたいな感じで言われたけど、田辺本当に起きてなくて、あーしか言えなかった。本当に田辺さ、本当に朝苦手なんですよね。その後だんだん回復してきて喋れるようになるけど、メイクの時間を超え喋れるようになります。いつもそんな感じ、メイク時間も割と死んでる、田辺もずっと感情がない。キュエちゃんも結構朝元気かもしれない。嬉しくなさそうにあった、そういうわけじゃなくて、二人のテンションについていけなかった。多分ももちゃんとふゆちゃん二人とも結構朝型人間、朝型の人間ですよね。田辺は夜型だから、夜の方がテンション高いから、朝はねちょっときついですね。うん、そう、今日もね半分ちょっとねぼーっとしながらっていうか、感情をなくしてメイクをしてました。ネットフリでさ、ワンピースがさ、ビッグマム編が公開されてたからさ、嬉しいと思って、なんか増編
とビッグマム編が公開されてたからレシート持って、それをね見ながら、最近そのねビッグマム編とね造編をね何回も見てる、何回も見る人間なんだよね田辺。それを見ながらねメイクをしてました。特に見ながらって言ってもあんま見てないんですけど、多分きっとそうです、おはよう配信はしないんです。だから田辺、おはよう配信をしたらねもうショールームが成り立たないと思うのでしません。今でも多分割とギリギリなんだけどでも最近はコメントをちゃんと読むように意識して、片栗出てきたっけな、片栗はまだ出てないな、まだ出てない。なんかネットフリで公開されてたのはなんかサンジとルフィが戦うところまでだった。すごいですねココナさん、起きて3秒で始めるの、ただやばいよ、うん、起きて3秒を3秒でショールームを再現するとしたらもうちょっと、って感じもう体も起きてないから。おはようございます、皆さん起きてますか。タービは眠いですって感じになっちゃう。まあ、ワンチャンコメント読んでない説も出てくるよね。もっと喋んない、絶対喋んない。皆さん起きてますかも言わない、おはようおはよう一言言って、あとコメントをまあ冒頭しながらも頑張って読みつつ、もう終わり、まあそろそろ支度をしないといけないのでバイバーイみたいな感じだと思う成り立たない、マジでショールームが成り立たないからしません。うん、ワンチャン、そうコメントを追いながらそのまま寝てる説出てくるね。タヤビはね夜遅くにね頑張る人なんですよ。 P4U とかなんかいろいろ何でも朝苦手なんですよね。夜遅くに寝てるから朝早く、夜なのかな、もうだから早く起きないんですよね、ずれてます時間が。そうくるみちゃんです、今日本当にボサボサなの、なんとなくここら辺を見ては感じ取られるとは思うけど、田辺は今日ボサボサなんです。髪の毛、前髪をピンで留めて終わり。でもショールームのイベントもしあるとか出るってなったらめちゃくちゃ頑張りますよ。だってそれだったらさ、もう規則正しい生活をすればいい話じゃないですか。それだったら全然頑張るよ。みっちゃん美人すぎる、本当ありがとうございます。でも今日まつげうまくいったんですよね。なんかまつげでさ、ボリュームを出すタイプのマスカラと長く綺麗になんかまっすぐみたいなタイプがあるんですけど、今日ボリュームタイプを使ったからなんかいつもと違う気がする。ねえ分かる、ショールームイベント実質寝れないですよね、多分寝れないと思う、睡眠時間
タイムやったら3時間とかになっちゃいそう。なんかお風呂上がってからダラダラしちゃうから、お風呂上がったらとりあえずもうぼーっとしなきゃダメなので、ダラダラできないしちゃうから、お風呂上がってすぐ寝るっていうことができない。これは邪魔だな。メイベリン中学生の時使ってたっていうか、中学生小学生ぐらいの時に使ってた、一番最初に買ったマスカラ。田辺さ、化粧品に一番最初に買ったのビューラーとマスカラとリップなんですよねもうまつげだからずっと命。自然光いい？本当？なんかさ、今日日曜日だからさ、こういう方が意外と見てくれる方いるのかなと思って、夜とかになると逆にさ家族とかでさ過ごすからあんま見れない方が多いのかなと思って、あえてこの時間にしたよ。いつにも増して可愛い、ありがとう。あ、そう、なんかあのダンス習ってたからメイクをしなくちゃいけなくて、あ、イベントとかでメイクをしなくちゃいけないから、それの関係でメイクはしてたんだ。あるあるだと思う、ダンス習ってる人あるあるだと思う結構ね、確かに今日公演もありますしね。そう、なんかねメイクはしなきゃいけないみたいな、イベント出るときはメイクをしなきゃいけないっていう、まあ礼儀としてもなんかすっぴんでイベントに出るのあんま良くないみたいな、ちっちゃい子とかもみんなメイクさせられてました。田辺も公園出るとき皆さん見に来てくださいね。なんかさ、すごいさ思うんですけど、なんかさ YouTube とかもさいろいろ見たりとかそういうの見て思うんだけどさ、本当にそれはそうと思うんだけどさ、なんかさあれですよね、なんか校則とかでさメイクしちゃダメって言うけどさ、でも大人になったらメイクするのが当たり前っていうか、それが礼儀マナーみたいな部分があるから、なんで学校ではメイクの勉強をさしないんだろうとか、マナーとしてのやつでメイクをしないんだろうって思っちゃう。タナビはさ、なんかもともとそういうファッション雑誌みたいなのをさめちゃくちゃ読み込むからさ、本当に読み込むの、タナビ。今は全然読んでないけど、昔めっちゃ読み込んでて、だからメイクとかもこれはこうとかいろいろ分かったけどさ、あんま読まない方とかもいるじゃん。ね、だからそうそうそう、大変ですよね、してこなかった子っていうか、メイクがあんまりわからない子とかさ、よくいるじゃん、アイドルとかにさなる子とかでも、今までずっとメイクしてきませんでしたみたいなさ子とかいるじゃん、入ってグループに入ってメイクを覚えましたみたいな子いるじゃん。そうそうそう、そういうことですよ。田辺の高校は、メイクのマナー講習はありませんでした
なんかたまにうんって思っちゃう。だって社会に出たらさ、もうすっぴんで過ごすことってさあんまなくないですか。お仕事してる方もさ、メイクするのがさ礼儀みたいな部分あるからさ、なんで教えないんだろうって思っちゃうんですよね。なんかだから自分で勉強しなきゃいけないから、そこが大変だなって思いました。ふふふ、だけでもさ、学生のさ、確かに勉強も大事だけどさ、マナーとかの方大事じゃないですか。なんか確かに頭の良さも大事だけど、マナーとか礼儀とかの方が大事じゃない？お仕事とか。だってさ、マナーとか礼儀がさできてない人、もし皆さんの職場でいたらさ、あれってならない？そうそう、職場体験とかもあるから。だからミンクの勉強もさせてあげた方がいいなって思った。それだけ。タナビのような人が言えることではないんだけど。だからタナビさん、めっちゃ雑誌とか読み込んどいてよかったなと思った。はい、ごめんなさい、気をつけます。漢字を読めるのも一般常識として必要ですよね。メイクやったこと、あ、やってあげたことある？ないよ、田辺。メイクはないな。髪の毛とかはあるけど、痛いとこ使いましたね。ノーアングリー。アングリーと怒ってるってことで、ハングリーはお腹すいたですよね。たまにさ、ハングリーとアングリー分かんなくなっちゃう。アングリー、ハングリー。合ってる、合ってた、合ってた。ハングリー、ハングリーライオンやってみたいな。田辺、かなり怒ってないよ。なんか怒ってるって言われるけど、怒ってないよ全然。怒ってないけど、怒ってはないけど、なんか言われるんですよ、めちゃくちゃ。返信とかで、あ、そう、あの、勘違いしないでいただきたいんですけど、なんか田辺よくお母さんのこと最近めちゃくちゃネタにしてるけど、あれ全然怒ってないですよ。なんかこういう、なんだろう、みずきのお母さんはこういう、なんか面白いつもり入れてたんですけど、怒ってるように思えられたらごめんなさい。全然怒ってない、お母さんの話とかは特に。
そうネタとして話してるんだけど、なんかそれも怒ってるって言われてるから、もうさ田辺どうしようと思って、もうそう楽しいと思って話してるけどさ、ショールームって感情が伝わらないからさ。ネタですよ、本当にマジでネタ。当時の不満さがリアルに出てるから、そう思います。そうそうそう、だからさ、そうネタとして話楽しいと思って話してるけど、そう勘違いなんかされちゃうからめんどくさいなってちょっと思った。はい、ごめんなさい、勘違いさせちゃう田辺が悪いんですけど。難しいですよね、言葉って難しい。最近いろいろ勘違いされちゃうから、違うって否定しても多分きっとなんか、そうなんかめんどくさいんだよなと思った。なんかめんどくさいから言わないようにしようって思った。なんか怒ってるってさ言われるけど、怒ってない、怒ってないっていうのさ、ほんと毎回さ怒ってるってさ、あのショールメイクマジで怒ってないの、全然今も怒ってないし、怒ってないんですよ。どうすればいい怒ってないんだけど、どうすればいい。でもそれを怒ってないって言うとなんか言い訳してるとかさ思われそうだし、なんかそれもめんどくさいなって思っちゃう。もう貼っといた方がいいかな、後ろに。てかもうコメント、あのさタイトルみたいなところテロップにさ書いた方がいい。怒ってないよ でもそれ書いたら書いたでさ、怒ってるからそういう風に書いてる、もうさマジめんどくさいよねめんどくさいよね、めんどくさいよね。なんか世の中ってめんどくさいですよね。皆さんお疲れ様です、お疲れ。皆さん生きてるだけで偉いですよ。生きてるだけで偉い。そう YouTube の方がさ、生きてるだけで偉いよみんなって言ってたから、田辺もそう思うようにしてる。そう生きてるだけで偉いんです皆さん。まあ田辺はさ人にさ元気を与える側の人間だからさ、生きてるだけでなんて言ってられないんだけど、そうそうそう皆さん、お仕事だって、お仕事サラリーマンの方とか多いじゃないですか、サラリーマンとかいろいろいろんなお仕事の方が多いじゃないですか。そう生きてるだけで偉いんです皆さん。きっと全然分からんけど、分からないけど、あれじゃないですか、上司がなんじゃらこんじゃらだとか、そういういろんなストレスあるじゃないですか。知らないけどごめんなさい、分からないけど、でもテレビとかでよくやってるからあると思うんですよ。ありますよね、もう少しで出勤。そう偉いんです、生きてるだけで偉い。生きているのになおお仕事をしているから偉いんです。まあ生きていくためにお仕事をしなきゃいけないっていうのもあるけど、偉いんです。泣きながら仕事する。そうそれでどうしたのって言われたら、みんな生きてるだけで偉いんだよって俺の推しメンが言ってたんだ、それに感動してるんだって言って、
その方にも生きてるだけで偉いんだよみんなって言うんですよ。格言です。ハロー。あ、心救われる。本当泣いちゃう。そうだよ、みんなね、生きてるだけで偉いんですよ。本当に生きにくい世の中じゃないですか。田辺何語ってるんだろう。偉いんですよ、生きてるだけで。いっちゃんも偉いね、ありがとう。そう、日曜日だからさ、午後だからのんびりしましょう。そうだよ、こうやって、あ、褒められた、本当。じゃあ皆さん、褒められた、田辺に褒められたと思って頑張りましょう。あ、発表された。そうに、え、発表された。大丈夫そう。発表されたの。発表された。ご飯食べたら眠くなってきた。寝ましょう。だってご飯食べて寝るって一番幸せじゃない。一番太っちゃうけど。そう、23日出るんですよ。嬉しい、めっちゃ嬉しい、本当に嬉しい。皆さん見に来てくれますか。あの、まだ自分のページででいいんですけど、見てください。見に来れない方は配信。いや、田辺本当に公演出たかったんだ、マジで。本当に嬉しいの、本当に嬉しい。お仕事だから DM 勢だな。あたとは行きます。 S 入らないと。確かにそうですよね。推しメンとかがあるので。おめでとうございます。ありがとうございます。楽しみなんだ。見てね皆さん。え、本当に嬉しい。公演が一番嬉しいよ。しかもお客さんがいる前で。そう、しかもこの間熊崎さんと一緒に公演出れたらいいねみたいな感じで話してたから、出たいみたいな話してたから嬉しい。ああ、そう、明日ね、ひなぴよとね、栄のやつあるので見てね。意外と熊崎さんと一緒に公演出てない気がするんだよな、みずき。だって熊崎さんの衣装着ることとか多いもん、アンダーの時も。多分そのタイミングがたまたま熊崎さん出てない。
そう、見てくださいね。田辺誰の衣装着るんだろう。まあいいや。うん、マキコさんと一緒に出ること多いかも、結構公演は。寒い。見て、田辺の今日の服さ、家に今日はいるので。スター・ウォーズ、すっごい毛が、すごい毛玉みたいな、すごいんですけど。スター・ウォーズ、これはね、友達とさ、ディズニーに行くときにさ、結構前、5年くらい前に、友達とディズニー行くときにみんなで一緒に買ったパーカー、スター・ウォーズ。あれじゃないですか、お揃いの服を着てディズニーに行く、夢の国へ行く、それが田辺たちはスター・ウォーズ。ちょっと面白いよね。どうやったっけ、なんかスカートとかを色違いで履いていくみたいな感じだったような記憶がある。結構人数で、いや全然4人とか3人とか全然。集合写真、まあお揃いで、まあ3人4人、4人だったっけ、3人だったかと1しか言ってないから、全然そんなことないよ。まあ決まったけど、写真は確かに決まってるけど、そんなことない。ね、全然関係ない話をしてもいいですか、皆さん。いいですか。ハロウィンのさ、仮装あるじゃん。いつも、あ、ありがとうございます。そう、ハロウィンの仮装あるじゃないですか。ハロウィンの仮装でさ、田辺がさ、どうしてもいつかやってみたい仮装があって、それがここ 2、3年ぐらいできてないんですけど、あるんですよ。出すよ、だってあるんですよ。そう、その仮装がね、ハロウィンのその仮装がね、あれなの、顔なし。ジブリの顔なし。用意してない、してない、できない、できない。なんかの、なんかでいつかできた。自分ではなんかそういうなんか、うん、番組の企画とかであったらしたいけど、自分ではあんまできなくて、なかなかできないみたいな。あの顔を白塗りにして、なんかここら辺になんかこう三角みたいなの書いてみたいな、やってみたいんですよね。マスクはかぶりたくない、化粧でやりたい。罰ゲームなのかな。田辺さ、こういうのやってみたい気持ち結構あるんですよね。白塗りとかやってみたい。どういう顔になるか気になるんだもん、自分の顔が。
すごいやってみたいんですよね。パイ投げもねやってみたいの。このクリームバンみたいな、どんな感じなんだ。その前髪が崩れちゃうけど、まあそれは別に、それはいい、その時は良い。いや舞妓さんとかそういう美しい系じゃなくて、本当に面白い系をやってみたい。田辺は稲子、ね、は絶対食べたくない。虫はマジで絶対食べたくない。虫一番嫌いなんです。ワンピースのキャラだったら何がいいんだろうな。あ、それは白塗り、白顔を白くするの関係なしで、ワンピースだったら何したいかな。コスプレ、あ、ペローナやってみたいですね。ペローナ、ペローナかわいいよね。ロビンも好きだけど、ロビンはねできないんですよね。ロビンはだってやってもあんま分かんなそう。ペローナかわいいよね。ツインテールしてさ、あれがいい。今のさ、今っていうか2年後のさペローナじゃなくて、過去のペローナがいい。初期のペローナ、ツインテールしてなんか可愛いふんわりしたスカート履いてるペローナ。ボンクレどうすか。やっても面白そうですよね。顔白くしちゃってやっちゃう。ワンピース何のキャラクターいたっけ。見てみよう。ワンピース何のキャラクターいたっけ。なんかいざワンピースのキャラクターって言われるとさ、わからないよね。わかるんだけどさ、いっぱいすぎて思い出せない。めっちゃキャラ多いよね。だって毎日誕生日だ、誕生日じゃないですか。今日はこのキャラクターの誕生日。すごい。今さワンピースのさサイト見たんだけどさ、すごい。なんかロビンのウェディングドレスだって。何これ、これ本当にドレス？すごい。なんかあ、オリジナルウェディングドレスを提案中。すごい、かわいい。なんかワンピースとコラボしてるのさ、すごいチェックしちゃう。田辺なんかさ、なんかの化粧品のさ、シュウエムラだったっけなっていう化粧品のさブランドがあるんだけど、それがワンピースとコラボしてて、すっごい欲しいと思ったけど、まあちょっと買わないですけど、欲しいとは思うけど自分では買わないですけど、クリスマスコフレかな。すごい可愛いと思った。なんかあるくない、皆さんもなんか自分可愛いし欲しいと思うけど自分では買わないみたいな。してたよね、シュウエムラ。なんかさ、アイシャドウもさ、自分もらったらめちゃくちゃ嬉しいけど、自分でその化粧品を買っても
もらったら使うけど自分で買って使うかとかいろいろ考えちゃうから、その色のアイシャドウを果たして使うのかとかいろいろ考えちゃうし、まあ田辺は今化粧品割と家っていうか自分の持ってるやつで満足してるから必要ないなと思ったんですけど。そう、値段的に諦めることはよくある、それはある。しかもなんかワンピースって割とさ、お高い系多いイメージがある。サマンサ、タバサとでもめっちゃサマンサのやつとかめっちゃ可愛いと思っちゃうんだけど、でもお高いからなっていつも諦めてます。メイク配信、なんかすごいメイク配信頼まれるんだけど、わかりました、今度やってみますね。今日のね、今日のワンピースのキャラクターのね誕生日はね、今日は8、今日はおマニアックやな。カルーわかりますか、あのビビと一緒にいる鳥。カルーとなんかチョッパーがなんか2年間修行した島にいた人、これが誕生日なんだって。すごいね、なんかさこういう細かいところにさ設定があるのがすごいなと思うんだ。田辺はどうやって決めてんだろう誕生日って。ちなみに田辺と同じ誕生日の人はキャラクター、あっ、はい、めっちゃ気持ち悪い笑い方しちゃった。田辺と同じ誕生日の方はこちらの方です。あのガレーラカンパニーにいる職人の一人ですね。あの寝癖がついてる人です。癖が強い人でした。どんな彦だろうと思ってた。エースって1月1日生まれなんだ、初めて知った。エースって1月1日生まれなんだって、知ってた？まあ始まりの日、始まりみたいな、よくわかんないけどそういう感じなのかな。ああそういうこと、ああそれ絶対それだよ。エースだから1月1だからさ、1月1日なの。はあ意味が深いね意味が深いね。能力者の能力のため食べる、何の見た目、めっちゃ迷うなそれ。能力、何の能力、めっちゃ迷うな。こんな迷うことではないんだけど迷いますね。でもロビンの能力めっちゃいいよね。花の実、まあアイドル的に考えたらメロメロの実が一番いいんだろうけど現実的に考えたら、いやでもダービーはロビンの能力いいな。前髪キープの能力、
でもそれ攻撃できないですよね。もしワンピースのさ世界に入ってさ、なんか誰かをさ戦わなきゃいけない、海賊王に俺はなる戦わなきゃいけないってなったらさ、ああそうだな、石にされちゃうじゃないですか皆さん。まあ田辺もワンピースの世界入ったら海賊を目指しちゃう的な感じですね。はい、ワンピースね、なんかいろんな能力がいるからさ迷いますよね。でもさプリンのさ能力もいい。プリンはさあれさ人の頭の中見るのは違う人だもんな。あれですよね、プリンわかる？ビッグマム編出てくるサンジと結婚するみたいなやつだった。プリンはさ変えられる人ですよね。あれいいな。あれでタナメの黒歴史を消すっていうのもあり。ありやな。はい、そうカラオケ配信の記憶を消しちゃうよプリンになったら。はい、そういうことですね。あ、言ってた。本当マジプリンの能力あったらマジ便利ですよね。プリンってほんとかわいいよね。プリンかわいいですよね。プリンかわいいよね。目描いちゃう田辺もここに。二面性持ってるけどさ可愛いですよね。二面性なんだろう、もうサンジのこと好きってなってるところからも可愛いですよね。今日なんか喉の調子悪いんですよ、ごめんなさい。可愛いよね。ワンピースも話ついていけないから漫画を読みたいな。話がねついていけないんです。いや漫画はあるんです。漫画はめちゃくちゃある。めちゃくちゃでもないけど10冊くらいある。こっち来てから買ってるからある。今暑いとこだよね。何が好き？お話。なんか田辺はね割と
何が好きなんだろう。なんか新技、新しい技とかそういうの割と好きだから。あれめっちゃワクワクした、魚人島編。魚人島のなんか俺は2年間でここまで成長したんだみたいな。あと田辺ロビン好きだから、ロビンのウォーターセブン編みたいなのめっちゃ好きですけどね。全部見る？全部見るのに死ぬほど時間かかるよ。田辺全部見たんだけど1ヶ月はかかりますよ、最低でも。高校のね、夏休みの時にね、時間があった時にワンピースね、アニメ借りてね、レンタルビデオ借りて見たけど、毎日時間かかりますよ。アニメは割とね、アニメより漫画の方が分かりやすいところはあるんだけど、だから漫画を何回も繰り返して読むんですけど、漫画も言うて結構見るけどね、漫画じゃない、アニメ。だから時間どのくらいかはあんま覚えてないけど、時間はかかりますよ相当。だってワンピースってめっちゃお話いっぱいあるじゃないですか。しかも今なんていっぱい特に時間かかると思う。田辺が見てた時はまださ、ワンピースの話がドレスローザ終わったぐらいだったから全然良かったけど、良かったけど、今ビッグマムとかもめっちゃいろんな話終わってるから大変なんじゃない？メリーゴーも泣いたけど、ロビン、チョッパー泣いたな、田辺は。なんとかの桜、冬の桜。チョッパー泣いたな、田辺は。あと5年で完結するんだ。でも、そうだよね。完結しそうですよね、なんか。めちゃくちゃ話、進んでない？だってもう4校とさ、もういろいろあたふたしてるから、もう割といい感じよね。なんかワンピースの面白いところって過去と全てつながってるから面白いよね。めちゃくちゃ思うんだけど、過去とつながってるから面白いですよねって思う。だからそうだったんだみたいなのがあるから面白い。ワンピース考察動画とかよく、タイはね、あんま見ないですね、そういうの。まあ見る時間がないんですけど、タイの場合はないんですけど、見ないですね。でもなんかあれはめっちゃ気になる、ルフィのお母さんとかは誰なんだろうって思っちゃう。
まあそれルフィのお母さんがもうもはや出てくるのか出てこないのかもわからないけど、あ俺やり、あいた、そこにいたわ。なんか一回調べたことあるんですよ、ルフィのお母さんって誰なんだろうと思って調べたら、考察みたいなところではさ、めちゃくちゃ上がってたのはなんかジュエリーポニーみたいな、でコメ欄にいるの草そうジュエリーポニーみたいな、なんか若くなるいろんな能力持ってんじゃないですか、年齢いろいろ変えられる、だからそれが気になる。鬼滅もさ今めちゃくちゃ流行ってるけど、鬼滅のコスプレとかもしてみたいんだよね。田辺胡蝶忍様好きなので、胡蝶忍さんのコスプレしてみたい。かなおちゃんとかも、鬼滅見てるかな、みんな見てそうだな、見てますか皆さん鬼滅、コメント欄が固まってしまった。鬼滅見てる皆さん、かなおちゃんかわいいね、みずきかな、でも一番の推しはしのぶさん、しのぶさん推しだけどさ、前髪おでこをさ今まで出してるのに、今出してるみずきが言うことじゃないんだけど、前髪を出したくないからかなおちゃんのコスプレをしたいセンター分けでしょ、センター分けってきついよな、センター分けってさめちゃくちゃ可愛い人しか似合わない、いや水木センター分けはきついだろうな。本当に忍さん好き、田辺一番、あそこのファミリーみたいな、ファミリーで家族みたいなのが好き、忍さんとかなおちゃんと小百合、胡蝶小百合様、ねずこも確かにやってみたいね、定番ですよね、ど定番だけどねずこのコスプレも確かにやってみたい。アニメとか見てても女の子のキャラクターの方に惹かれちゃう、可愛い女の子好きだから可愛い女の子に惹かれちゃう、男の人だったら鬼滅で男の人だったら富岡さんが好きですね。
他には誰かいる？鬼滅の感、鬼滅だったら甘露寺？甘露寺だっけ？読み方合ってるかな？ピンクの髪の毛の柱もいるし、なんだっけ、ダキ、あ、そう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 、みついちゃんです。あの鬼だけどダキって子いるよね。ダキだっけ、読み方合ってるかな。派手派手な、派手派手なっていう柱の名前で忘れちゃった。派手派手、派手派手だみたいなの回に出てくる鬼、あの人も可愛いと思うんだよな。あ、そうそう、天元さん、うずいさん、うずいさん、あのところに出てくる女の子の鬼なんて読むんですか？ひらがなで教えてください。なんて名前だっけ、めっちゃ忘れちゃった。漢字がまず読めない。鬼滅漢字難しくない？抱き合ってた、抱き、意外と発音が抱きだったりして抱きじゃなく抱き、あれがそうだったから、赤座だったから、赤座じゃなくて赤座だったから、意外とそういうのありそう、発音違う。マジ衝撃的だった、赤、俺は赤座だ。もうそこからね、もうしばらくその発音にしか頭がいかなかった、へみたいな赤座じゃないのみたいな、あ、違う、赤座じゃないのって思って、赤座だ、そっちみたいなお腹鳴っちゃった。そう、お腹空いたな、何食べようそう、赤座だ、そう。鬼滅だったな。でもさ、鬼滅ってさ、あのお話見るたびにいろんな人がかっこ、全員かっこいいと思っちゃうよね。田辺だけかな、全員かっこいいと思っちゃう。だって今回映画見て、まあ、煉獄さんもともと結構田辺好きなんだけど、煉獄さんはもちろんかっこいいと思ってたし、まあ、漫画通りだったし、煉獄さんもね、田辺2番目くらいに好きなの。いいなみたいな、かっこいいと思っててさ、まあ一番はあれなんですけど、なんだっけ、ど忘れした、ぼっちみたいな、名前ど忘れしたな、やばい、名前ど忘れした、ぼっちキャラの柱、あ、富岡さん、そう、富岡さんだけど、お話見ると、もう誰もかっこいいみたいになるもん。だって善逸もまあ確かに戦ってる時はかっこいい、まあかっこいいじゃないですか、まあ今までのアニメ見てまあかっこいいけど、そこまでみんなみたいにかっこいいってそんなならなかったけど、映画見たら、あーね、かっこいいってなったもん。で、あの鬼滅の漫画読んで、あのうずいさんが出てる回見たら、うずいさんかっこいいってなったし、決められないですね。でも田辺割と冷静な人が好きだからさ、富岡さんとか宇髄さんみたいな人が割と好きですね。柱みんなさ冷静だからさ、かっこいいってなっちゃうかも。でもすごい言ってることがあやふやだ、ごめんなさいそう、ぼっちキャラの柱です。うん、あの忍さんにさ、嫌われてんの気にしてるんですかって言われてたのが印象的すぎて、
イベントお疲れ様です。50カウント失礼しました。どうぞどうぞ、田辺のショールームなんかで稼げるのであれば頑張って。消えた。うせいさんかっこいいよね。お腹減ってるな。食べようかな。あんま食べてなかったからお腹減っちゃった。それとも白湯を飲んだからお腹が減った。白湯ってお腹減る効果あります？もう白湯じゃない、水だ。クロミちゃん好きなの。サンリオの中だったらクロミちゃんが好き。一番マイルメロはね、ちっちゃい時に見てたんですよ、アニメを。その時からクロミちゃん可愛いってなってた。近っ。眠さがピーク。わー、定期的にやっちゃうな、これ。お仕事の、まあそんな方はいないと思うけど、お仕事で見てた方が、こっそり見てた方がいたらごめんなさい。サンリオ世代出る。世代なのかな、マイメロって。世代かな、割と。イヤホンの方ごめんなさい。でもちょっとね、控えめにしたの今日。アホ毛やば。すごい、まっすぐ一本に立ってるのが。皆さんのサンリオの世代って何？こっそり見てます。大丈夫そうだった？ターボ分からんな。ターボはマイメロをレンタルの DVD で見てただから分かる。てかサンリオの曲をなんか一回ダンスで踊ったことある、ちっちゃい頃。マジでちっちゃい頃。それはガチのダンスじゃなかったんだけど。やっぱ田辺マイメロ世代なのかな。あー、キキララとかもいたな。今見ても何とも思わないけど、当時の田辺はマイメロを見るとね、すごい、クロミちゃんかわいそうって思っちゃってたからね。クロミちゃんが好きなの、ずっとクロミちゃんかわいそうと思ってたからね。マイメロはね、クロミちゃん派なんです。みっちゃん元気だよ。みっちゃんはね、今すごいお腹が減ってるの。みっちゃんは今すごいお腹が減ってるの。マイメロなんだけど。ご飯食べさせて皆さん。食べばね、今何が食べたい。海鮮。
寿司お寿司食べたい。お寿司が食べたい。脂っこくないのが食べたい。お寿司食べたい。お寿司もいるよね、キャラクターに。美咲の友達がね、お寿司好きなんですよね。回らないお寿司いいの？回らないお寿司ってお高いけどいいの？食べたい。お寿司食べたい。サーモン食べたい。あ、マグロ食べたい。サーモンじゃないな、今はマグロの気分だな。マグロ食べたい。いや本当に大丈夫そう、田辺のアホ毛。やばくね、やば、どうしよう、ボッサボサ。お寿司食べたいな。髪ボサボサだな、本当にごめんなさい、マジでボサボサ。本当にね、寝起きの髪の毛なの。そう、日本海側だからね、多分海鮮は美味しいんだよね、多分だけど。いっちゃんこんにちは。こんにちは。田辺、まあ人と食べるってなったらまあちょっとは遠慮しながら食べますね。食べ放題ってなったらガチで行くけどガチで行くけどが今ガチすぎて。田辺さん、よく言われるんだけどさ、人のやつだったら、うん、お仕事とかだ、お仕事っていうか誰かとさ一緒にご飯行くってなったら遠慮してるよ田辺、割と。だからどれくらい食べれるかがわからない。だってお寿司ってさ、自分で食べるとお金かかっちゃうんだもん、その分。脂っこくないやつだったら延々と食べれちゃうからさ。そうなの、おでんとかもさめちゃくちゃ食べるの。おでんめちゃくちゃ食べるの、マジで。脂っこくないやつはね、永遠と食べれちゃうんですよ。お腹いっぱいならない。水分でお腹いっぱいとかならないの。マオさんとフさんと行くときも、うん、割となんか美味しく食べれてお腹いっぱいと思うようにしてる。量じゃないじゃないですか。誰かとご飯行くときって量の問題じゃないじゃん。美味しい、おいしいの食べれてお腹いっぱい、幸せいっぱいみたいな感じ。田辺さん、前さん新潟にいた時さ、おでんさ、まあ、よく作ってくれたんだけど、お母さんが気づいたら爆食いしててさ、めちゃくちゃ結構大量に作ってたの、おでん、うん、やばい、ほとんどないみたいな時があってさ、本当に食べる。焼肉行きたいけど、焼肉とかああいう油系ってさ意外と弱いの、田辺。油に弱い人間、油に弱いんですよね。だから生クリームとかも弱い。
おでんってさ味薄いから味薄いからさ、うん、密度高い。いやいけるの、練り物いけるの、えの練り物が大好きなの。ちくわとかはんぺんとか美味しい、もう永遠と食べる。そうそう、そういうことです。だってスイパラとかさ行ってもさもう食べないもん、甘いのさ苦手で。まあスイパラ行くってなるとさ、まあもちろん最初ケーキ食べるじゃないですか。ゆたべはケーキを最初に食べるんだけど、食べたんだけど、その時まあ言うてそんなにいっぱいスイパラ行ったことないんだけど、行った時もまあケーキ最初にさ5個くらい食べてさ、もう甘いのもういいってなっちゃって、そこからずっとしょっぱいのをずっと食べてた。甘いの苦手なんだよね、きっと。飽きちゃうんだろうな、味に。くどいって思っちゃうんだろうな、胃が弱いのか。あーそう、パフェとか意外と無理なんですよね、だから食べない。でもこれでも結構食べれるようになった方だと思う。生クリーム本当に苦手すぎて、昔ケーキとか全然食べれなかった。ケーキ1個で大丈夫って、もういい、甘い、生クリームできついから十分って感じ。だからチョコケーキの方好きだったの。長く今はいろんなケーキ食べれるようになったけど、だからショートケーキよりも絶対チョコレートのケーキの方が好き。生クリームの味があんまりしないから和菓子も苦手だな、苦手だな。だって和菓子は好きです。なんで苦手って言ったんだろう。和菓子すごい好き。ドラマでさやってたじゃん、この間ドラマ浜辺美波さんがやってるだろ、ちょっとほ怖い感じの。それ見てさ、和菓子が結構出てくるお話なんだけど、それ見てさ和菓子食べたくなって買いましたもん和菓子すぐ影響される。カスタードはいけるな、カスタードいける。生クリーム無理だな、生クリームが無理なの。油がダメなのかな、ああいう。でもさ味に飽きちゃいそう。生クリームを大量に食べる、生クリームじゃない、カスタードを大量に食べると味が飽きちゃいそうですよね。そのうち甘いくどいってなっちゃいそう。うん、和菓子はね多分味に飽きちゃう、もう甘いのいらないってなっちゃいそう。ね、あのドラマの和菓子めっちゃ美味しそうだよね、食べたくなっちゃってさ。でも田辺は今ねすごいしょっぱいものが食べたいから、お寿司みたいな魚系が食べたいな。お腹すいたな、ちょっとお腹すいたから、何かお腹すいた。配信そろそろ終わろうかな結局は配信がねお話を食べるお話になっちゃった。ありがとうございました皆さん、そろそろ配信終わります。1時間半ぐらいしてた、もう3時、やば。
皆さんポチポチよろしくお願いします。パッションフォーユー、なんかすごいね、昨日のツイッターを見てすごい応援しようと思ったって言ってくださる方がいて、とっても嬉しかった。ありがとう。大丈夫かな、伝わるかなと思って、なるべく無駄なことを書かないように頑張って書いたんだけど、ツイートしてくれたらまた拡散します。ありがとう。結構たまった？本当？ね、そうだよね、平日が多分みんなお仕事で疲れてると思うから、今日頑張ろうと思って、だから写真も朝送った方が頑張れるかなと思ってツイートしました。朝あとでもするつもりだけど、夜ショールームした方いい？どっちでもいいよ田辺。できたらしますけど、できるかな夜ショールーム。そう、夜はさ公園があるよね。そう、公園があるからってなっちゃうからさ、田辺もちょっとワンチャンできるかわからないから、ちょっと怪しいので夜はちょっとあんま期待しないでください。で、公演発表されて田辺も公演の練習をこれからしなきゃいけないから、前みたいにこんなのんびりショールームはできないと思うんですけど、ご了承ください。なるべくするようにはします。ショールーム頑張りましょう。パッションフォーユー、皆さんもお仕事、田辺もいろいろで充電がない、充電がなくて止まっちゃった、ごめんね。そう、頑張りましょう。ありがとうございました。バイバーイ。スクショタイム。ありがとうございました。バイバーイ。頑張ろうね、パッションフォーユー。おー、田辺はお腹が空いたので何かを食べようと思います。じゃあね、バイバーイ。みんなもちゃんと食べるんだよ。バイバーイ。